アメリカ・マサチューセッツ州で一匹の犬が救助されました。名前はアルサナ。アルサナの飼い主であるブリーダーは何年も犬を繁殖させ続け、最終的に多頭崩壊に至りました。アルサナは動物管理職員によって助け出され、地域のシェルターに移されましたが、当時人間のことをとても怖がっていました。カラ・ピッツレーさんと夫はアルサナについての情報をレスキューで働く友人から聞きました。アルサナはシェルターで人と関わることを拒否していて、職員は飼い主を見つけるのは困難だろうと考えていました。その話を聞いたピッツレーさん夫妻は、かわいそうなこの犬をぜひとも助けたいと思ったそうです。ピッツレーさん夫婦がアルサナに会いにシェルターを訪れたとき、アルサナは目を合わせようともしませんでした。逃げるようにして隠れてしまい、殻に閉じこもってしまったのです。二度目に会ったときは、アルサナを落ち着かせるために、レスキューの隊長にも一緒にいてもらいました。ひどい環境で育ってきたことを考えると、アルサナが人と打ち解けるには相当時間がかかることは容易に想像できました。それでも、ピッツレーさん夫婦はアルサナを引き取り、心を救いたいと固く決意していたのです。アルサナは心の傷だけでなく、身体的な症状も多く抱えていました。耳及び他の部位に感染症を患っていて、根気強く治療をしていかなければなりませんでした。そしてアルサナはピッツレーさんの家へと向かいました。ピッツレーさんの家には他に2匹の犬が住んでいますが、アルサナをその犬たちに会わせると、事態は良い方向に回り始めました。アルサナは少しずつ心を開き、仲間と共に過ごす時間を楽しむようになったのです。犬の友達と仲良くなるにつれ、ピッツレーさんたちにも打ち解けるようになりました。アルサナは家族の一員として、ようやく安心して暮らせるようになったようです。アルサナが新たな家族のもとにやってきて2年が経ちました。もうシェルターにいた頃のような怖がってばかりのアルサナではありません。飼い主のパパとママ、そして犬の仲間を心から信頼し、元気に遊んで暮らしているそうです。こうして過酷な暮らしをしてきた過去を持つアルサナは、ピッツレーさん夫婦のおかげで心を開き始めました。心の傷をすべて取り除くには、まだまだ時間が必要だとは思いますが、素敵な家族と犬の仲間たちと共に、たくさんの優しさを感じながら、幸せな日々を送ってほしいですね。長い時間虐待を受け続けてきた犬や、愛情を受けたことがない犬は、人間を恐れるようになるのは当然のことです。人に対する恐怖だけが強くなります。そんな心の傷を癒すには、とても時間がかかることです。一度心を閉ざしてしまった場合は、ゆっくりと時間をかけて愛情を注いでいくことが大切です。人間からの愛情や優しさを感じながら、その喜びを経験していき、やがて心を開いてくれる日がやってきます。心ない人間のせいで、このように心に傷を負ってしまう犬も少なくありません。犬にも感情があります。犬を飼うときには、その命を
大切に扱ってあげてほしいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。